1分で読書。今回の学びはマーフィー、奇跡を起こす魔法の言葉。面白そうだと精神の高まりを感じるものがあったらためらわないでやってみる。10年20年先のことを考えれば今やるべきことが明確になる。楽天心、物事を肯定的、楽天的に考え、心の悩みや苦しみを解消する姿勢。一つの夢が叶わなかったら別の夢を持てばいい。心の持ち方、考え方次第で人生はいくらでも発展させていくことができる。マイナスの言葉は不幸を呼ぶ呪文のようなもの。夜明け前が一番暗い、それは幸福になる前触れ。人間関係は鏡のようなもの。あなたが率先して態度を変える。願望は叶わない方が幸せになる場合だってある。この動画があなたのためになりますように。